本当にありがとうございます。私、このように誕生日を祝ってくれる友人に恵まれて幸せ者です。当然のことをしたまでにゃ。アキノとはメルクリウス財団の仲間として一緒に苦労してきたにゃ。いろんなことがあったわよね。飛空艇を沈め、学院を破壊し、何度も破産の危機を迎えながらも、麦しわの助けも借りながら、みんなで協力して全部乗り越えることができたもの。麦しわで心の痛みを和らげていたのはゆかりさんだけですが、確かに私たちは戦友と呼べるほどに深い絆で結ばれたのかもしれません。それでは私の誕生日に加えて、メルクリウス財団の友情が永遠に続くことを願い、乾杯ですわ。これで完成ですわ。皆さん、手分けして仕上がりをチェックしていきましょう。わかったわ。線のはみ出しなし、色の塗り忘れもなし。指示書の指定通りになってない線や色も特にないにゃ。いつも通り完璧な仕上がりにゃ。もう連携して絵を描くのも慣れっこね。時々秋野さんも言っているけれど、この経験はぜひとも新規事業の開拓に生かしていきたいわ。私のお誕生日をお祝いしてくださってありがとうございます。それにしても素晴らしいケーキですわね。どちらの高名な菓子職人に依頼されたのでしょう。あなた様が作ってくださったのですか。すごい、本当にすごいですわ。食べてしまうのがもったいないくらいですが、心して味わわせていただきます。あなた様のお誕生日には気持ちを何倍も込めてお返しいたしますわ。楽しみにしていてくださいまし。お待たせして申し訳ありません。急な呼び出しでごめんねってお気になさらないでくださいまし。私もあなた様に用がございましたから。それで私に何かご用でしょうか。ありがとうございます。私の誕生日を覚えていてくださったなんて感激ですわ。え、私のためにパーティーの準備を？やはりあなた様は私の騎士となるべきお方ですわ。早速二人で参りましょう。え、私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。え、何か言ったかって？何でもございませんわ。さ、早く参りましょう。それってどういう意味で？え？今日は私の誕生日だから一般
庶民が行くお店をいろいろと紹介したいって。そうですの。私はてっきりデートのお誘いかと。いえ、なんでもありませんわ。早速二人で参りましょう。私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。何か言ったかって？何でもございませんわ。さ、早く参りましょう。これはまさかたい焼きですの？ありがとうございます。これはメルクリウス財団結成時の思い出の食べ物ですから。でもなぜこれを私に？え？誕生日プレゼント？あなた様からプレゼントをいただけるなんて。え？しかもパーティーの準備をしてくださっているんですか？ありがとうございます。私は本当に幸せ者ですわ。え？私のようですか？いいえ、大したものではございません。お気になさらないでください。本当は財団主催の私の誕生日会にご招待するつもりだったのですが、どんなに優雅な誕生日会よりもあなた様と二人で過ごす誕生日の方が大事ですから。え、何か言ったかって？何でもございませんわ。さ、早く参りましょう。